つな。ジェイコブの仲間だ。彼があんたを待つように言ったんだ。だがこいつらに先に見つかった。まあ大丈夫。死にはしない。だが侵略者たちが戻ってくるかもしれない。安全な場所で休まなくては。あの橋を渡ったところに洞窟がある。狼の巣穴だが、あそこなら見つからないだろう。しかし私一人では狼を追い払えない。もしあんたが倒せるなら、準備のための安全な場所を提供する。ピストルに使えるものもあるぞ。協力してくれるか。もちろん。すぐに戻るから見つからないでね。ありがとう。ジェイコブの目に狂いはなかった。洞窟を調べたか。安全なのか。洞窟は安全よ。今行けば大丈夫。ありがとう。ほら、これを。ジェイコブにあんたを守るよう言われたが、その必要はないようだな。ソ連軍の兵士、ここで何か恐ろしいことがあったわね。ララ、無事か？ええ、今ソ連の古い聖堂所まで来てるわ。鉱山施設の一番上にある鉱山の入り口に向かってるところだ。そこまで来られるか。今から向かう。
り動物扱いね。いやない。あったとしても行動ですっかり形が変わってしまってる。上に行くのは覚悟がいるな。天候による打撃が大きい。ソ連軍はここを突破してきたのか。ああ、最初の接触は坑道の中だった。それから回収作業に変更されたが、1週間以内に暴動が起きたようだ。労働者も我慢の限界だったね。見たことはあるだろう。何かあるのは間違いない。早く目録を見つけて他の連中と合流するぞ。よし、じゃあ探してみるか。脱獄者に関する情報は。攻撃を受けてる。寄ってろ。
ナナ、聞こえるか？私は身動きが取れない。君は？ジェイコブ、ジェイコブ、まずい。一辺に相当手間をかけた。もう中にいるわ。運がよく、なってるもんだが。活動記録を見せろ。金庫のことが書かれてたような。今死にした。殺せ。すぐに。了解です。言われ。囲い込むんだ。
今や助け合うのがお約束だな。ありがとう、無事でよかった。あそこを通るの？ああ、中にはもっと敵がいる。君が来ることはない。簡単には引き下がれないわ。私には答えが必要なの。ならば早速行こう。この道を行けば山を越えられる。ソ連軍がここに来て発掘を始めるまで私の仲間はここを通っていた。彼らはここで何を見つけたんだ？好奇心を刺激する何かだ。さらに深く掘るために機械や爆発物を使い、この辺りは多大なダメージを受けた。古い道の奥は崩れたが今は安全だ。安全だった。今は違うのね。トリニティは昔の発掘設備を見つけたんだ。ソ連人がやりかけたことを終わらせるつもりだ。他に通れる道はないのね。残念ながら今はそうだ。そのためにややこしいことに。ボーカー、予定より遅れている。シッ、待てろ、ワイヤーが吹いてるが何とかつなるそうだ。もうちょっとだ。あいつらここを完全に潰す気かしら。ソ連人たちは昔の道をほとんど破壊した。あの機械は細かい作業。すぐジェイコブ、ソフィアに伝えろ、トリニティが来たと。通れないな。エレベーターを直さねえと。分かってる、今やってみてる。よし、エレベーターのガイドレールが錆びて引っかかってる。よし、調べれ。動かすのに使えるものを探せ。ああ、了解。何？使えそうね。
失われた都市の一部かしら。危なかった。この壁画、預言者だわ。コンスタンティノープルでの伝道ね。また離れ離れだわ。ジェイコブにはどうか生き延びていてほしい。今自分がどこにいるのか正確にはわからない。早くもこうした状況は私にとって普通になりつつある。生きるか死ぬかの戦いなのに希望に満ちているのはなぜだろう。目を疑うような遺跡が周囲に広がっている。預言者の失われた都市の一部に違いないわ。話はどこまで真実なんだろう。神秘の源が本当にここに。前にも誰かがこのドアを通ろうとしたようね。
しろ。援護する。
よし、これでいけそう。この像は不死の預言者に違いないわ。これはシリアの砂漠から信者たちを大移動させた時の壁画だわ。彼らはひっそりと谷に移り住み、巨大な都市を築き上げた。聞いてじね。都市とそこに住む人々を守るため、預言者は戦士の部隊を結成した。でもこれは何を表しているのかしら。彼らが持ってるのは神秘の源じゃない、何か別のものよ。一体何なの。戦士たちは預言者のためにアトラスを作り出した。いかなる時もこの都市とその秘密を知ることができるように。都市の地図だわ。神秘の源まで導いてくれるかも。この場所がまだ無事に残っているのがすごいわ。ここで止まりなさい。違うの、安心して。私はトリニティじゃない。信じられない。あなたの仲間と逃げてきたジェイコブという人よ。彼はどこ。一緒だったんだけど鉱山ではぐれてしまったの。殺したんだ。違う、誤解よ。彼がよそ者を信じるわけがない。お願い、信じて。私は敵じゃない。警告はしたわ、早く立ち去って。ソフィア、やめなさい。父さん。もう会えないかと。君も無事でよかった。ソフィアを許してくれ。
用心深いんだ。彼女の立場なら私もそうする。何か分かったの？トリニティが大勢やってくる。備えなければ。この人は味方だ。彼女には危害を加えるな。この遺跡、預言者の都市が近いのね。来てくれ、あまり時間がない。武器を用意しろ。城壁の守りを固めろ。急げ。奴らはすぐ来る。人数も多い。子供や老人はここにいたら危険だ。よし、地下墓地に避難させろ。のろしを上げ谷全体に警告しろ。あ、素晴らしいわ。ソフィア、戦士を集めろ。村の上部で合流だ。もういなくならないで、父さん。やることはたくさんある。もっと時間があれば。じゃあ手伝えることがあればやるわ。全体を見張ってくれ。崖まで行って監視するんだ。奴らのヘリを見かけたらすぐに知らせろ。ええ、分かった。何か見つけたら角声を鳴らす。神のご加護。何があってもアクロポリス島には近づけるな。家族は地下墓地に避難させるが、敵と交戦する範囲はもっと薪が必要だ。木材は見張り島の修理に使われてる。ここにある分で何とかしなきゃ。ここから何か見えるか。奴らが来たし、ソ連軍を修理してるとも言えない。風で丸ごと崩れたら困るだろう。警戒をしとけ。奴らがいつ来てもおかしくない。もしソフィアが何か失礼をしていたなら、すまない。大丈夫。あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいわ。私の仲間は何十年もよそ者と戦ってきた。そう簡単には変われないんだ。準備に手を貸してくれないか。信頼を築くには一仕事必要だ。私にできることなら。父さんの村の上部に戦士たちを集めて奴らの注意を引こうとしてる。子供や老人たちはアクロポリスの地下墓地に避難させておくわ。ここが落ち着いたら私もそっちに行く。敵は重装備なのよね。どうやって倒せっていうのかしら。まともにやっても勝ち目はないわ。奴らの攻撃は速くて強い。ダメージは避けられないでしょう。奴らは最初の襲撃で私たちを潰したいと考えている。それをうまく利用するよ。長い戦いになるわ。生き延びるために奴らをゆっくり戦略的に消耗させるしかない。奴らに何もなくなるまで100回でも切りつけるのよ。その時になったら私たちの勝ち。今はまず火をつけて谷のみんなに警告しないといけない。今日は生き延びることが勝利。集められるだけの弾薬と物資を集めて全部洞窟と遺跡に隠すのよ。自分の任務が終わったら村の上部に集合すること。いいわね。了解。了解だ。じゃあ行って、預言者のご加護がありますように。元気？矢尻の先が尖ってないぞ。それでもないよりマシだ。侵略者がどんな鎧をつけてるかわからない。これで射抜けるかどうかだな。今回はライフルも少しはある。こんにちは。トリニティが来て人々が犠牲になっていく。私のせいだわ。
私が連中を連れてきてしまった。神様、また同じことの繰り返しですか。私の行動のせいで人々が苦しんでいる。ダメダメよ、ララ。そんな風に考えては頭がおかしくなってしまう。トリニティは遅かれ早かれここを見つけたはず。少なくとも私なら彼らを止められるかもしれない。先に神秘の源を手に入れて、苦しみや悲しみの代わりに世界に幸福をもたらせるかもしれない。集中しなくては。これまでに死んでいった人々のために、失った人々のために、先に進まなければ。ララ、頼みたいことがある。私の仲間は谷全体に散らばっている。君が信号灯でのろしを上げてくれれば、危険が迫っていることをみんなに教えられる。私もやる。のろしが上がった時どうすればいいかは皆分かってる。集めておく。よかった。ジェイコブ、ヘリがそっちに向かってる。できるだけ早く来てくれ。直ちに降伏せよ。バリケードの後ろに回れ。急げ。連携を受け。危ない。身を隠しておけ。下がれ。下がれ。
神秘の源はどこだ？耐えろ！やめろ！これ以上殺すな！どこにある？待て！待て！教える！アトラスだ！それが地図だ！なるほど。詳しく聞かせてもらおうか。先住民に圧倒されたクロフとも一緒だ。死傷者数名、死体がそこら中に。クロフとは殺すべきだった。あなたはまだ何も成し遂げていない。クロフとが一枚上手だっただけよ。私は屈しないぞ。トリニティが介入してくるわよ。そうなれば私は使い捨て、死のうが生きようが関係ない。私には神秘の源が必要なの。手に入れる。必ずだ。信じるんだ姉さん。これは神のご意志。私たちは必ず成功する。お願いよ、早く見つけて。もう時間がないの。神よ、この日まで私はずっと耐え忍んできました。私に用意してくださった数々の試練、あなたのために犯してきた罪、全て意味があるはず。お導きください。我に力を。姉のため、あなたのため、トリニティのため、どうかお導きを。ならば血で答えましょう。
頑張れ。あんまりだわ、こんな目に遭わされるなんて。我々が選んだ道、定めなんだ。優しい道ではない。大切な人を失う気持ちはわかる。トリニティはまた来るだろうな。風に物を言わせて。アトラスって古代都市までの古い地図だが、トリニティがいる塔では見つからない。仲間の多くが近くの遺跡に住んでいて、襲撃への備えができてない。私が行くわ、ジェイコブ。助けてくれるのか、それとも自分のために。今は全く同じことよ。怪我人の手当てが終わったら応援を連れて戻る。どうした？状況は良くない。どこも攻撃を受けてめちゃくちゃ。まだはっきり見えないの。アクロポリスに遅れるもの。全部ぼやけてるわ。頭を撃たれたのなら無理もない。でもいずれ治るの。医者は何て言ってた？なんとか。ジェイコブが事前にソフィアを送り込んでた。ジェイコブ、大変よ。あなたの仲間はどこにもいないわ。ソフィアが塔の下にある地下墓地に連れて行ったのかもしれん。私も連絡が取れなくなった。分かったわ、地下を探してみる。こちらはもうすぐ怪我人たちの避難が終わる。すぐに合流するよ。答えは欲しい。でもどうすればいいんだろう。トリニティに彼らを皆殺しにさせるわけにはいかない。今さら知らんぷりできる仲じゃない。後戻りはできない。過去は消せず常に私について回るのだ。彼らを助けなければならない。ジェイコブも彼の仲間も互いのために命を落とすことを厭わない。これほどの忠誠心は珍しい。世界の果てでそれを目にすることができるとは簡単に値する。彼らと共に戦えばジェイコブからさらに信頼を獲得し
真実を話してもらえるかもしれない。あいつらは油断がならん。どこかに罠を仕掛けたか。心配するな。動いた者は全て殺す。ゆっくり進むぞ。用心しろ。落ち着いてソフィア。これじゃ虐殺よ。みんな殺されていく。あなたたちは十分苦しんできたわ。もうわからない。あなたを誤解して。私は何をすればいい。みんなを避難させたいけど、地下墓地の入り口が塞がってるの。
何とかするわ。きっと大丈夫だ。私は開けられるかしら、うん、これ多分武器ね、うん、これでいける。ありがとう。ここにいれば今は安全だわ。神秘の源を探してるのよね。でも私たちは死んでも守る。たくさんの人が命を落としてる。永遠に守ることはできないわ。今までずっと守ってきた。でも今はあなたが味方でよかった。奴らが塔に向かってる。まだ仲間がいるんだ。みんなを安全な場所へ。あなたは行って。私に任せてやってみる。Oh!
最低。まだ戦いは続くだろう。ここのこと詳しく話して。君には借りがある。来てくれ。
その昔、預言者が谷に神秘の源を持ってきた。我々の祖先はそれを守るためキーテジを作った。何のために？神秘の源って何なの、ジェイコブ？遥か昔の時代の産物だ。神の魂のかけらが入っている。伝説では神秘の源を目にした者は永遠の命を得る。その力を求める部外者が後を絶たない。トリニティ。そうだ。奴らは世界を闇に染めようとしてる。神秘の力で自分たちの兵を不死身にして。私が先に見つけるわ。力を貸して。君の仕事ではない。そんなわけないわ。父はこのために死んだの。心の隙間を埋めることはできない。解放するしかないんだ。絶対に見つけるわ。協力してくれなくても。待って。ソフィア、行かせて。私がやらなきゃ。あなたは戦ってくれた。協力したいの。アトラスのアリカは大聖堂、地下の書庫にある。でも私たちは行けない。どうして？何があるの？軍隊よ。不滅隊と呼ばれてる。侵入者は誰であろうと殺すのよ。父さんは彼らがトリニティを止めると。確実じゃないわ。分かってる。これを持って行って、大聖堂へ行くのに必要よ。大聖堂に行くなら、トリニティがそこら中にいるわよ。それでも行くしかない。しまったからボーナスはなしだ。一人いる。報復したところを上の奴らも見てたからな。引き渡すしかなかった。古い収容所に連れてくのか。アトラスについて何か知ってそうな奴らだけだ。コンスタンティンが尋問するらしい。他は大聖堂の近くに集めてある。ああ、それは楽しそうだな。
雑速やってるな。敵の襲撃だ。ここにはいない。行くぞ。茂みを調べろ。シアたちが終わらせてくれるだろう。奴らに任せて俺たちはベースキャンプに戻ろう。異常なし。了解。なんだって？形式的なものだが、彼が俺たち両方に推薦状を書いている。それから入会式みたいなものだし、彼にできるのはその程度なのか。トリニティに昇進を認められるまで何年も請負いでやってたやつ。気長にやんなきゃな。実力だけじゃなかったよ。というと何かの先生をしてから出演をやるんだ。それはもうすぐ分かるから。聖堂の塔で作戦が始まったのか。そろそろだ。連中が重装備で飛んでいってから1時間近くになる。穴はもうついているはずだ。中にアトラスがあるらしい。あそこには何もないって調査チームが言わなかったから。捕虜から隠し通路を聞き出したらしい。巨大な地下墓地があるそうだ。うまくいくといいが。
撃を受けてる。攻撃を受けてる。敵と接触。命中したぞ。逃がさんぞ。調べてるチームとの連絡が取られたようだ。そっちで何か分かるか。いや、電気臭か。無線障害かもしれないが、コンスタンティンは。アトラスってのは地図なんだ。ここの住民が守ってるもののありかが載ってるはずだ。コンスタンティンが探してる神秘の源ってやつだよ。それがよくわからないんだよな。その源が何だか知らないが、貴重なものには違いない。上の奴らは何も言わないけどな。何なんだ。
大事なのは結果なのか、暴らない。下の階に到着しましたが、また問題です。防衛を失いました。司令官、失ったか。無線が繋がらず、侵入もできません。では彼らなしで続けて。作戦手順を逸脱すれば、不要なリスクを負うことになります。彼らなしで目標は達成できない。ここには何者かがいます。戦術支援が必要です。無理。この谷全体に兵を出してしまったか。追われているのなら、もっと早く動いたらどうなる。ここにあるはずだわ。私は無防備。随分冷酷なのね、ララ。とはいえ、引き金は引けないでしょうね。撃ってごらんなさい。八つ咲きにされるわよ。それしか脳のない連中だから。アナ、黙って。動くな。逃げ場はないぞ。殺して！早く！直しなさい、ララ。手遅れになるわよ。ねえ、あなたが父を裏切った時から手遅れだったのよ。アトラスはいただくわ、アナ。下で部下が何者かに殺されてるの、ララ。彼らに探せないなら、あなたには無理よ。うるさい。クロフトが向かってるわ。殺して、さっさとアトラスを持ってきなさい。これよ。古い壁画、それにこの容器、ギリシャ火薬だわ。今私はアナの先を行っているけれど、ここで何が待ち受けているかは見当もつかない。この闇には何か他のものが住み着いている。しかしここまで来たら前に進み続けなければ。アナは私のことを理解しているつもりでいる。ある意味ではそうかもしれないけれど、全てを理解しているわけじゃない。彼女が私を見くびっている限り、私は優位に立つことができる。ギリシャ火薬で武装した預言者の不滅隊、無敵だったでしょうね。あの匂い、そんな、焼き殺されてる。あれは、誰がこんなことを。今のは何？
を発見。かかれ。他の射撃チームがいないぞ。あ、時間がない。了解。射撃を受けてる。ヘルミット準備よし。装填だ。点火しろ。急げ。接触報告がある。彼らが来るまで持ちこたえろ。急げ、クロフトが死んでる。援護射撃を頼む。援護につけ。全体が爆発するかもしれない。急がないと。おい、女を見つけた。出口が見えるわ。この像は不安定だわ。ギリシャ火薬を使う必要がありそうね。
ギリシャ火薬の容器、ずいぶんたくさんあるの。支えを取り除きさえする。支えはあと一つ。そこにも容器がある。引っ張り出せそうね。ちょっと。エキーレ。そこで下がりせ。はっ。
もうすぐ、もうすぐよ。脱出できたわよ。ラン、無事でよかった。山の天文台までアトラスを持ってきてくれ。今行くわ。ジョナ、あなたなの？よかった、生きてると思ったよ。もうジョナ、何してるの？どこにいるのよ。要塞か何かの中だ。ツンドラで死にかかってる俺をジェイコブの仲間が助けてくれたんだ。なんで私を追ってきたの？何を驚いてる。俺がついてるって言ったろ。こんなところに放っておけるわけないだろ。そっちに向かってるから、そこにいてね。そのつもりだよ。気をつけてな。ひどい格好だ。ひどいが嬉しそうだ。言った通りよ、ジョナ。パパは正しかった。神秘の源は実在するの。パパに見せられないのが残念。誇りに思ってるさ。ソフィアから君の活躍ぶりは聞いた。ラロ、ソフィア、よかった。父さんが天文台のところで待ってるの。本当に見つけたのか。聞いた字を作ったのは熟練工たちなんだ。そしてこの場所でアトラスを見た。ここね。ジョナ、鎖を動かして。ああ。
多いな。町の設計をするために使ったんだわ。古代の青写真か。そうね。ここから放射状に広がってる。つまり町の中心は湖の下ね。何かおかしいわ。大聖堂にアトラスがあったけど地図では反対になってる。地図を回して。止めて。そうだわ、ヒーテジは湖じゃなくて氷河の下なのよ。神秘の源はそこにあるはず。どうやって氷河を突き抜けるんだ。待って、この道が町につながってる。大聖堂はここ、塔はその反対側ね。つまりキーテジへの入り口があるのはここよ。キーテジへの入り口はここよ。知ってたのね。トリニティがじきに神秘の源の在りかを見つけるぞ。でもジョナを追いかけなきゃ。真実を見つけることとはどちらが大事だ。命がけでついてきてくれたの。前にも彼を失いかけた。二度とごめんよ。なら行け。行くんだ。ジョナが生きてるとしたら、ソ連の収容所だったグラグに捕まってるはず。あんなひどいところに戻るのは真っ平だけど、ジョナを見捨てるわけにはいかない。ジョナ、待っててね。ソフィア、そこにいる？ナナ、大丈夫？ええ、グラグが見える古い聖堂所の近くよ。ジョナを追っていくところ。そこなら知ってるわ。私たちトリニティと初めて戦った時、そこに武器を隠してたの。役に立つかもしれないわ。ありがとうソフィア。戻ったら会いましょう。
ジョナとアトラスが彼らの手中に。でも彼らがジョナは何かを知っていると考えて生かしておく可能性は十分にある。私が見つけるまでジョナが何とか生き延びてくれることを祈るばかりだわ。救い出さなければここで彼を死なせたりはしない。待っててねジョナ、必ず見つけるわ。